地下鉄一元化を阻む象徴とされていた地下鉄九段下駅のホームの仕切りが今日未明撤去されました。これまで九段下の東京メトロ半蔵門線と都営新宿線は同じホームの真ん中に仕切りがあり、わずか数メートルの距離にある2つの路線の乗り換えに改札を2カ所通るなど極めて不便な構造となっていました。いよいよ壁がなくなりました。なくなった壁の場所には新しくこのように椅子が設けられ、ホーム全体が広々と使われています。壁の撤去工事により今日から新宿線の新宿方面と半蔵門線の押上方面はわずか数秒で乗り換えが可能となりました。今日すごいスムーズだったんで、はい、良かったと思います。私まで歩いてみたんですけど、まあでも広くなっていいですよね。また都営新宿線の改札階のシャッターも開放されました。猪瀬知事は九段下駅を地下鉄のサービス一元化の第一歩と位置づけています。